皆さん、こんにちは。大阪ミュージアムズ学芸員トークシンクをお送りします。トークシンクは、大阪市博物館機構や大阪市文化財協会に所属する美術、歴史、自然、科学など様々な分野の学芸員が、専門の分野について今話したいことをお話しするトークイベントです。本日は私、大阪市立美術館の学芸員、田林慶が 近交品に見る物語のタイトルでトークをお届けします。それではスライドに切り替えをお願いします。近交品にも見る物語と題しましてお話をいたします。えっと本日えっ、ー、と扱います取り上げます作品は主に2作品でございます。いずれも私ども大阪市立美術館が所蔵しております作品近交品でございます。 金属,の加工金属を加工した工芸品ですで一つ目は今ご覧いただいております鏡でございますおよそ今から2000年ほど前に鋳造された鏡でありましてこの作品からですね、作品に表された物語それから作品を未来につなぐ物語とこういう二つの観点でお話をさせていただこうと思います そしてもう一つは、えっと、こちら、えっと、こちら非常に特色の特徴のある作品でございますけれども、宇、えっとえっと、人というふうに、えっと、我々は呼んでおります。でえっと、これは今後、大阪市立美術館の、えっと、まあ今でもそうございますけれども、名物になっていく作品なんですけれども、今後またこの作品を中心に盛り上げていこうと、まあ、そういった企画を我々はしております。 でこの作品を中心にしまして、頭像の舞台をめぐる物語というふうなお話をしていこうと、そういうふうに思っております。 でこれらの作品はいずれも今からおよそ2,000年ほど前非常にはるか昔のです、ね、中国で作られた作品でございますけれども中国の年表は皆様かつて習われたことと思いますけれども歴史的には陰、衆、春秋戦国とかそういうふうに始まりますが陰の前にさらにあのっに 春夏秋冬の夏と書く「かという王朝があったというふうに言われますただ、まあ、今回見る作品はですね「陰州さらに春秋戦国で「新漢」といってこの漢の時代に作られた作品でございます 漢と言いましても、えー、と前漢と五漢というふうなあの2つの、えー、と王朝がございまして今回見ていく作品はこの五漢時代今見ていただいている濃い茶色の方の時代に作られた作品でございます、はい、そうしましたら作品に表された物語について見てまいります、えー、とこちらの作品ですが非常に えっと、鋳造がです、ね、あの明確でありまして、文様がものすごく立体感がある、非常にこう、遺品として名高い作品でございますで、えっと。ちょっと見えにくいんですけれども、えっと、この内側の縁のところにですね、名文が刻まれ、鋳造されておりまして、でここに、 この今スライドの右側に写っている名文があります。でこれによるとですね、と五五江里つまり今の中国の南方の方のと地方の作家さんですね、あの職人である博士が鏡を作らせたということがわかります。 でえっとまあ、悪い敵が退散して国が平和そして五穀豊穣えさらにえ、まあ、両親親がです、ね、幸福であれというふうな非常にこう吉祥の文様があ文様と言いますか文言が書かれておりますで、えっと、これはあの今見ていただいているのは鏡の裏面でございます でえっと、ここに文様が表されておりますが実際に顔を見る方はこちらの、えっと、くるっと反転させた方でございまして、えっとまあ、現在はこのような状態でございますのでか顔が映るほどにピカピカはしてないんですけれども当初はこちらの目を向けて皆さん顔を自分の顔を見ていたというふうなものでございます。 でえっと裏面にこうあの緑のえあの色がついてますけどこれはあの銅で銅から吹いた録章の錆でございますでこれがあの本物の錆であるのともう一つは鋼線にあ後からつけられた錆というふうなものもありますこれについてはまた後でお話しいたしますはいそうしましたら図像について見てまいります。 えとまず、えー、左上の1と示したところに「えー、中心ご師匠」というふうなあ、えー、とこれは、えー、と一人の男性がいますけれどもその男性の向かって左側にですね、えー、と名前があの書いてあります。えーとまあ 忠義を尽くした、えーとまあ、中心です、ね、のご師匠さんという人が表されていると、まあ、非常に迫力のある顔をして、右手に剣を持っていると、まあ、何をしているのかということでございますが、まあ、これについて後で見ていきます。それから丸2、えー、と5匹の5頭の馬,車馬が引く馬車ですね、そして丸三 ここには向かって右側に非常にこうあの躍動感のあるえと動きをしてやはりえと武器を持っているえと五王王様ですね五というえと国の王様それから左が力士というふうな文字が見えますけれどもこれがもしかしたら先ほどえと見ましたご師匠さんと同じ人かなというふうな推測も立ちます。 そして最後、また 5, 匹の5頭の馬が引いている馬車がございますがこちらは非常にこう馬が荒れ狂ってです、ね、あのこう首をこう前後に振り乱しているというふうな、まあ、暴れ馬の様子を示しております。 で、先ほどこの作品が漢時代に作られたというふうに述べましたつまりこちらの五漢時代でございますけれどもここら辺で作られたといいますがただこの物語の舞台はですねさることおよそ500年漢から遡ること500年ほど前紀元前の6世紀から5世紀にかけてのこの春秋時代というこの時代にあたります。 えかの有名な孔子などが生きた時代でございます。えっと中国の中にいくつかの国がえっと並存しましてですね、えまあ群雄割拠の時代というふうに言われる時代でございます。えまあそこの時代を舞台にして、えまああの語り継がれた物語が鏡に表されているというふうなあ状況で、あの作品でございます。 でこれがその春秋時代の地図ですけれども、舞台は中国の南方、え越、そして蘇です。で五というのはです、ね、今は蘇州という地名で有名なところを中心とした国でありまして、非常にこう風光明媚で、あの現在でも観光地としてです、ね、あの非常にこう名高いところです。 それから越、こちらは焼香種の焼香ですね、浙江省の焼香というふうな地域を中心とした場所、それからちょっと内陸に入りまして、蘇という地域、これは湖北省とか湖南省といった、そういった現在の地域に該当します。でどういった、えーと 物語かと申しますとこれはご師匠の孤児と宮川さんの論文からちょっと要約して見ていきますと春秋時代のご師匠という人がいましたこの人はもともと祖の国の人ですで兄のごめんなさい父の御者と兄の御将が残言によりまして当時の王様にですね殺されてしまうと でこれを非常に恨みに思ったご師匠はこの国を脱出して他のごという国に使えますそして恨みを晴らすべくご、えー、のく、えー、と軍隊を率いてです、ねえー、と母国である楚に攻め込んで非常な大勝を収めるとで大勝を収めた結果 えと兄と父の敵であった、えー、と祖の王様のお墓を暴いてです、ね、その屍を鞭打つと非常にこうあの激しい復讐をするわけです。えー、獅子に鞭打つという整合、えーまあえー、がございますけれども、えー、とそれの語源がここにございます。 それからあの時代その後ですね、ご王の房という有名な王様ですけれども、この人のところでご師匠は使えるわけですけれども、この房と越の王様の交戦というのがです、ね、非常に激しい戦いを繰り広げます。 でこの光線とです、ね、その進化の判例というのが非常にこれは柵、まあ、を練ってですね解除策によって房を貶としめようというふうな策略をします、まあ、そうすると房がですねそれに見事にはまっていってしまうわけですね、まあ、例えば貢ぎ物をするとか非常に美しい女性を献上するとかもうそういった策略に房がはまっていってしまうというふうなな 流れになっていきますで、えっとまあ房っていうのは、まあ、非常にこの後ですね、えっと、まあ豪奢な生活をして子育てというですね、まあ、豪華な建築物を作ってしまうでそうすると五穀が経済的に疲弊していくわけです。 でこれを見た臣下のご師匠はです、ねえー、と王様をたしなめる、まあ、還元するわけでございますけれども、まあ、それを非常にこう煙たがったふさがかえってご、ねえー、師匠のその優しさを、えー、とまあ感じずにです、ねえー、もう煙たがって自害を命じてしまうと、まあ、そういった非常にこう えっと、秘話でございますけれどもでその、えっとまあ、自害自殺する時に食糧の権というのを与えられて自害するというふうなことです。 でこの死に際して、ご師匠が述べたのが、まあ、私が亡くなった後に、私の墓に植えるあずさの木で、この五王の棺を作りなさい、それから私の目をえぐって、五の門,の門にかけ,たかけようと、そうすることで、今後です、ね、五が越軍に滅ぼされる様子を私が見てやろうというふうな、非常にこう、えー、と恨みのこもった遺言をします。 でその後実際にこの五という国はですね、えっと、越に滅ぼされてしまうというふうな、まあ、非常にこうあの悲しいお話であり復讐のお話でありそれから忠義を尽くしたという、えっとまあ、ご師匠を中心としたお話でございます。 でご師匠の描いた鏡というのはです、ね、この大阪市立美術館以外にも数点ございまして例えばこの上海博物館にあるものなどはです、ね、ご師匠、それからご王の房。 それから、五王の房の敵、えー、である越、えー、王の光仙と判礼、それから越王の光仙と判礼が房、えー、を貶としめるために送り込んだ美女二人、まあ、王女と書いてありますけれども、そんなようなものあの登場人物がありまして、非常にこの物語に即した登場人物が出てきます。でこれにに対して大阪市立美術館のものもは、えー、と非常にこうあの、えーと 象徴的なな表現がなされてておりましてあの、まあ、完全にこの物語に一致するのはどれかというところ一の中心ご師匠が自らの首にですねこれ今あの刀を近づけて自害を果たすというクライマックスの場面ですねこれを表してますがここが物語に沿いますが他の場面っていうのはですね完全にこうどこのストーリーに当たるのかというと というのは、よくわからな,ないんですけれども、非常に象徴的に表しているというふうに思われます。例えば、えー、と丸二の馬、馬車、そして丸五の馬車、これを2つ比べますと、丸五の馬車の方が非常にこう馬が荒れ狂っていると、これはおそらくですね、一、えーまあ、つの推測でございますけれども、えーとまあ、ご師匠の、えーとまあ、還元を聞かない。 えとまあ、後の房によって、まあ、国が乱れていってしまうと、まあ、そういったあの平穏な国からさらにこう乱れる国へというふうな感じの、えーとまあ、流れというのをです、ね、象徴的に表していると、まあ、そういうふうにも捉えることができます。 それから、丸3なんですけれども、これはえっともしかしたら、豪王とご師匠の戦いをですね、ごまあ、あのまあ戦いと言いますと、これはあの神下と王様の関係なんですけれども、い、ま、さ、あ、かいですね、それをまあ象徴的にこの場面で表しているんではないかというふうにも捉えられるわけです。 まあ非常にこれ躍動感のある作品でございましてそれから馬車なんかもです、ね、あの左右のえと車輪がです、ね、これ折り重なって非常にこうあの二,二,二層の立体感というものが出ているというあのまあ非常にあのなんていうか他の作品と比べてもあの鋳造技術がです、ね、際立つ作品であるということが分かります。<laughs> さて、あの今ご覧いただいているのは、これは漢時代でよく出土する、漢時代でよく作,作られたお墓でございまして、えー、とまあ頻繁に出土するもの、えー、とお墓なんですけれども、えー、と石の表面にです、ねえー、と画像を彫、えー、ってです、ね、それをあの建築の部材として、えー、とまあ組み立てて、お墓を構成するというふうなものです。 でこの各部材を画像石と呼びますけれどもこの画像石にいろんな物語とか神様が彫られてるわけですねでこれによって当時の絵画作品とかあるいは彫刻の様子があるいは思想ですねそういったものが分かるというわけですでここにですねこれも宮川さんのえっと宮川さんのえっと まあ論文の中で取り上げられているものなんですけれども、えこういったあの武人がこう躍動感を持ってですね、えー、とこう戦ってるというふうなあ画面があのえー、と表されております。でこれなんかですね、こうちょっと左右を反転しますと、ちょうどこの大阪市立美術館のえー、と副佐と歴史、えー、まご視聴かというふうなあまあ歴 とえっ、ー、と負がこう戦っている様子と非常によく似ているものです。でそれからえっ、ー、とこちらの画面のえっ、ー、とものなんですけど二人人物が立ってますがこの二人の人物のうちの向かって右側の方の風貌 それからあの手の仕草などがですね、えー、と大阪市立美術館の鏡に見られるご師匠と非常にこうよく似てるというもので、えーとまあ、これももしかしたらご師匠の図なのかというふうにも考えられます。えーとまあ、つまりあの、えーと 春秋時代というです、ね、漢時代よりも500年ほど前のものを舞台とした物語が500年越しにです、ね、非常にこうあの、えー、と流行したとあのそして、えーまあ、鏡やあるいはこういった画像石などに再現された。 おそらくそれはです、ね、ご師匠という方の忠義にまあ皆さん、なんていうか感銘を受けてです、ね、それをまあ再現して自分の身の近くに置いておきたいというふうな意図でまあ作られたのではないかというふうに考えられます。 はい、続きまして、作品を未来につなぐ物語ということで、同じくこの作品を取り上げて見ていきます。実はこの作品はですね。えとこの画像を見るとよくえとわからないかもしれないんです。けれども、これを x 線の透過写真で見ます。と、えと非常に。これはあの？ バキバキに割れておりましてで大きな割れがあると同時に縁のところにはです、ね、いわゆるクラックと呼ばれるひびがたくさん入っております。それから真ん中の部分ではです、ね、そのひびをつな、ね、いだはんだの跡がこう光って見えると思います。 えっと、つまり非常にこれ状態の悪い作品でございまして、えっと、まあ出土時あるいはもうあの、えっと、そのっとか分かりませんけれどもその時にもうあの、えっと、割れた状態になってしまったと。 と,でえー、ところが現在まあの、えーと、また、あ、状態がです、ね、あまり良くなくてなかなかこう展示に耐えられない展示をすることが非常に危険であるというふうな状態ですそして木下、現在です、ねえー、と修復作業を進行しております。 向かって左側が、現在先週です、ね、修復途中で撮影してきた様子でございますけれども、表面をクリーニングして、さらに全体に樹脂を染み込ませることによって、作品全体を強化するというふうな作業を進めております。でこの 真ん中のです、ね、中と呼ばれる、えー、とこうあの円の部分よりも少しこう右下あるいは、えー、とこう右側にです、ね、ちょっとこう茶色っぽくなっている部分がありますけれどもここがです、ねえーとまあ、かつての修復家がハンダによってです、ね、ひびをこうあの、えー、と固定したというふうな箇所です。 これ、実は修復前は表面から見えてなかったんですけれども、クリーニングをすることによってです、ね、はんだの上から行われた彩色を取って,取ってです、ね、これが現れ出てきたというふうな状況です。 そしてこれは鏡の縁なんですけれども、同じくこう縁をです、ね、ハンダ付けによってです、ね、こう固定している様子が分かります。ここもです、ね、っ、えー、と後から付けられたサビ、いわゆる付けサビというのがございますけれども、付けサビによって隠されていたわけでありまして、今回の作業によって、その付けサビが除去されまして、でえー、と昔のです、ね、こういった修復の様子が明らかになったというわけであります。 えっと、鏡の、えっと、表面も同じでございまして、えっとまああの、こういった過去の修復の様子が分かってきました。で今後はです、ねえっと、大きなひびに、えっと、樹脂を流し込んで、えー、強化していくと、でえーまあ、あのそれによってです、ねえーっとまあ、非常にこう鏡が強化されて。 いきましてでその、うん、と現在現れているハンダの跡とかです、ね、あるいはその樹脂を流し込んだ部分に、まあ、新たに、えーとまあ、目立たないようにこう彩色をしてです、ねえー、と一見するとこうあの、えー、完璧な。 保存状態の良い作品のように見せて実のところよく見るとどこを直したかということが分かるというふうな方向に持っていこうとそういった流れで修復を現在も下進んでおります。 まあこのように過去の修理を経てさらに未来,未来につないでいくということで作品そのものに表された物語だけではなくてです、ね、人から人へとこうつないでいく物語というのが作品において見られるということでございます。はい、続きましてちょっと作品を変えまして「頭像の舞台を巡る物語」ということでお話をしていきます。 えっとこちらあの非常に特徴的なあの作品ですけれども平らで非常に長い顔それから長い耳が特徴的ですそれからあの、えっと、袖が絞られているズボ,ンがズボンを履いているそれからあの両膝の間に空間が空いているということですねでこの空間のところにおそらく何かしら器物を挟んでいたのではないかと。 で手はあのおそらく一回こうなんかこう、えー、と外れたのを修復してくっつけてるんではないかというふうに思われますそして独特なこう発色をしておりますけれどもこれはえと本体が銅でありましてその上に金のメッキをしてさらに銀のメッキをするというです、ね、非常にこう豪華なあの、えー、と技法が施されていますでこの技法っていうのは漢時代に非常に特有の 難しい技法でありますのでその後はなかなかこうあの行われなくなったというふうな技法です。でこの作品「ウジンというふうに、えー、と呼び名を表しております。はい、えー、と正面から見るとこのような様子ですねで。横から見ると長い耳が際立っております。そして、えー、と後ろでは長い髪をこう束ねているということがよくわかります。 でこれ羽が生えてないのにどうしてウジンと呼んでいるかというふうなことですね。えそういったこともえこの後ちょっと見ていこうと思います。でまずはですねえっと銅の上にえっと銀メッキをしてさらにえごめんなさい銅の上に金メッキをしてさらに銀メッキをするというふうな技法なんですけれどもえっとこのようにあの漢時代の作品においてですねあの。 金あのメッキをするというふうな技術が非常にこれを発達してまいります。で、えっと、その中で、えっと、こういったです、ね、非常に難しい技法もですね確立していきます。今ご覧いただいている左側の作品も、えっとまあ、部分的にですね文様の部分を、えっと、金の上にさらに銀によってですねあの メッキすることで際立たせていると、まあ、発色も非常に独特な発色でございまして、あのまあ、非常にこうあの豪華な作品が仕上がると。 で右側は銀メッキはしていないんですけれども金メッキの非常にこう優れた例として挙げていますで。これはお酒の入れ物なんですけれども右側の作品の奥にです、ねえっと、こう青いちょっとあのシロップのような液体があると思うんですけどこれ実はです、ね、発掘当時にこの器の中に入っていたお酒です。 ですからこれはお酒が入ったままです、ね、発掘されたえっと器でありましておそ、まあ、らくあの中のえっと銅の6章が溶け込むことによってえっとこのお酒がこのようなあの緑の状態になってしまったのではないかというふうに考えられます。まあ、余談でございます。で、えっと、本題に入りましてでこのえっと大阪市立美術館の鵜陣と近い作品が2例あります。 1一つは西安ですねあの、かつての前漢時代の都の西安、長安です、ね、の西安から出土したものですけれども、えっとまあ、非常によく似た様子をしておりますで。これは肩から羽が生えているということですねで、これは恐らく宮廷内で使われていたんではないかというふうに考えられております。 でこれは同じ作品を違う角度で撮った写真ですけれどもやはり膝と膝の間に空間がありましてそこに何か器物を挟んでいたとで肩から羽が生えておりましてその羽がです、ね、こう折り重なるようにです、ね、非常にこう立体感があるように表現されています。 それからもう一例はやはり古代の都として名高い洛陽から出動した作品でございます。 でこの作品はですね膝と膝の間に、えー、と一つの,こうあの四角いこう入れ物を挟んでいる、えー、非常にこうあのうと当初の様子他の作品の当初の様子が分かる、えーとまあえーまあ、良い例なんですけれども、まあ、ここにもしかしたらあの後で出てきますけど「陸博」というですごろくのゲームで使われた あ参議を入れていたのではないかというふうなことも推測されております。で、えっとこういった類例から見ますと、やはりえっと本来ですね、大阪市立美術館の作品もえっとまあ羽が生える。 というものが一つの大きな特徴として持つ頭像であるというふうなことが推測されますので実際には大阪市民のものはです、ね、あの羽が生えていないんですけれども、えーまあ、この鵜のと同じ、えー、と仲,間た仲間であろうということで鵜人、まあ、というふうに呼び名をされています、まあ、同じくあの耳が長いという特徴を持っておりますので、えー、同じグループに属させています。 でこの右陣というのは昔の文献なんかにも出てきておりまして、まあ、不老不死であるということですねでつまりこれ仙人であるということでございますでこの当時のいわゆるこの神仙思想の中の一つの登場人物登場人物というのは登場するキャラクターの一つであるということが分かるわけですね でこの新鮮思想っていうのは後に道教として発展していくものでござい思想でございます。 でえっと、さ,かさらにさかに遡りますと紀元前にはこのようなウジンがおりますけれどもこの場合はあの頭が鳥の頭をしておりましてまだあのこう、えっと、顔が人間の顔になっていないという、まあ、おそらくこれが現象的なウジンの形態ではないかというふうに考えられております。えっと、それではこのウジンがどのような舞台に登場してくるのかということを見てまいります。 はいでえっと、一番初めに出しましたのはこれは絹の絵でありまして T 字型の絹の絵ですで。こちらは亡くなった方の魂が戦界、新仙世界に上りまして仙、えー、人になっていくというふうなことを視覚化した絵画でお墓の中に収められておりました。でこの、えっと、天と呼ばれる、えっと ところのに何が表されているかというと、除、ま、花、あ、という下半身が蛇、あるいは竜のようなです、ね、女性の神様、それから、えー、と太陽と月、それから竜なんかが表されていますが、下に金籠山というです、ねえー、と千人の山、千山が表されていますが、えー、とおそらくです、ね、亡くなった方の魂はこの金籠山まで登るんではないかと。 おいうことが考えられています。これはあの祖父川博先生というですね。方の非常に名高いえ論文に基づいた解釈でございます。 でこの「ジョカっていうのはあの、まあ、後に「えー、復帰」という、えー、と男性の神様とセットで、えー、表されるようになりますけれども、まあ、非常に人気を博した、えー、神様でありまして、えーまあ、この段階ではあの、えー、非常にこう最高峰の神様として、えーとまあ、表されているのではないかというふうに考えられています。 そしてその下には実際にです、ね、亡,くなあの亡くなって今1000回登ろうとしている方の様子が表されていますつまりこの台の上に乗って龍、ね、が左右から引いて上昇していくわけですねでこの方がですね上昇していって最後に凡凡山という仙山に登って、えー、まああの不老不死の,あの 不老不死を得ていくというふうな過程を示しているのではないかということです。で同じくあの、えー、とかつての文献を見ていきますと、まあ、こういったコンロンの山に登るとですね不老不死になるとかですねそういうことが書いてあります。で、えー、とこの不老不死つまりこれ1,000人になっていくということなんですけれどもこの1,000人の1形態という であるのが、先ほどから見ております大阪市立美術館などに所蔵されている鵜人といった特徴的な図像であろうというふうに推測しておりますつまり旋回の住人であるということでございます。 でえっと、実際にどのような場面に表されていくかというとこのように非常になんてうかこう楽しそうにです、ね、あの遊んでいるような様子ですね、これは真ん中で先ほど見ました陸くというです、ねえっと、いわゆるすごろくのようなボードゲームにを,あのを挟んで,です、ね、2人でこう遊んでいる様子が表されています。 それから同じ様子はです、ね、このように先山の上にそれぞれが乗って間に陸泊を挟んでこう2人で遊んでいるという風な様子も表されています。 えー、さらにこのように、えー、と真ん中に清王墓というです、ね、非常にこの有名な神様神様の中でも地位の高い神様です、ね、を挟んで向かって右側でやはりこうあの陸泊をして遊んでいるというふうなものですね。で陸泊っていうのは実際にこの当時ものすごくこうあの、えー、とまあ 人気のあったボードゲームでございましてこのようにお墓の中の服装品の中でもですね、二、えーまあ、人の男性が遊んでいる様子が表されています、えー、と実際にどのようなルールのゲームであったかというのは実はあの未解明の部分が多いんですけれども、えーとまあ、おそらく、えー、と駒を使ったスゴロクのようなものでさらに三義を使っていたのではないかというふうに考えられています つまりこの雨で、ね、この宇人が陸泊で遊んでいるというふうな様子が非常にこう頻繁に表されます。 これは何を表しているかというとです、ねあの、特におそらく大きな意味はないんじゃないかと思います。えつまり、これは宇人が旋回にいるということ、つまりえ旋回の,あの住人であるということを、えー、表,しております表すのみでありまして、宇、えー、人によってこ,れここは旋回であると、われわれの地上世界では違うとは違うんだぞという,ふうなことをあの表している。 という非常に象徴的な図像として位置づけられてるんではないかというふうに考えられるわけです。で話を戻しまして先ほど右人の間に右心がこう抱えていたものこれは何かというとやはりこう陸泊とこう組み合わせるということは実際にこう人間がです、ね、ボードゲームをした時にですね このような状況のときに、このウジンの置物をそばに置いて、この器物の中にですね、三義を入れていたのではないかと、まあ、そんなふうな推測も立てられるわけです。はい、それから、ウジンはですね、他にもいろんな場面に登場していきます。 こちらは、えーとまあ、鹿に乗った人物が右側におりまして、左側にウジンが何かこうあのお皿を持ってです、ね、立っておりますが、そのおそらくです、ね、この鹿に対する餌か何かを持ってらっしゃるような様子をしているわけです。で他に、西王墓、それから東欧府というです、ね、非常にこれは地位の高い神様。 非常に人気を博した神様ですけれども彼,ら彼,ら彼や彼女と一緒に表されることもあります。でこれなんかではですね、えー、と西王母の左右に右人がおりますが西王母に対して、えー、とおそらく飲み物それから食べ物を、えーまあ、あの差し上げているというふうな様子で、まあ、あたかも間使いのような働きをしております。 それからこちらも正王墓の頭像ですけれども向かってて左側の手前にですすねウジンらしきものが控えていますちょっと何をしてるかよくわからないんですけれどもまあ引きがえるとかそれからうさぎがおりますのでこの正王墓の世界の中で何かこう駒使いの役割を果たしてるんじゃないかと思われます。 同じことは豆腐西王母とセットになります豆腐の頭像においても言えまして豆腐の横でやはり右陣が何やらこう世話を焼いているというふうな様子で表されています。他にも、えっと、頭がが人間で、えっと、体が鳥 あるいは逆に顔が鳥で体が人間であると、まあ、そういった不可思議な神々が表されております、まあ、その中でも非常にこ,うこまめにです、ね、よく気を利かせて働いているそういったものが宇人でございます。で例えばこれ、 なんかは一番上の画面です、ね、そこに、えーとまあ、非常にこう太い体をした鳥今でいうとオウムのような鳥がいますがこれがおそらく今でいうところの鳳凰ではないかというふうに考えられておりますがこの鳳凰に対してやはりこう、まあ、餌を与えている食べ物を与えているのがこう右側にこう貸しあの うんと膝膝膝を膝をついてですね片膝をついて三人いる右陣ではないかとまあそういったお世話をしている様子ですね。えとそれからこれはあのうんと子んやがてこうえと清流白河 朱雀玄武になっていく指針ですけれども、まあ、ここの指針では玄武ではなく熊が表されておりますがあその、えー、と中でも同じく、えー、とウジンが同じような役割を果たしておりまして朱雀に対してですね、えー、となんかこう、えーとまあ、草、まあ、おそらく食べ物なんでしょうけれどもそういうものを与えてると。 まこういったあの細かい的な役割を果たしているウジンのえっと様子を見てまいりました。続きましてえっと新鮮世界での先導者としてのウジンというまああの非常にこう重要な役割を果たしていくものもえっと見られます。で一つはこれなんですけどやはりあのえっとお墓から出土した玉 の作品でございますが、まあ玉というのは、あのえっ、ー、と非常にこう透明度の高い石でありまして。 あの金とかそういった金属と並ぶあるいはそれよりもあのえと上等なものとして位置づけられる非常にこうあの重要なあの素材でありましてまあ亡くなった方を復活させるとかですねあるいはあの永遠の魂を与えるとかそういったあのえとまあ役はあの。 まあ効能を持っているとまあ、そういったことがあの古来考えられてきました。それによって作られたあのこのウジンの様子ですけれども、これは馬に乗っているんですね。ウジンが馬の背中に乗っております。で、まあ一つの推測としては、これは死者をですね亡くなった方をあのまあ仙あるいは天天井世界にですね導くためにこのお墓に入れられたのではないかというふうにまあ、推測されております。 それからこの作品また画像石なんですけれども、えー、とこう2頭の、えー、と鹿それからまあこれ後ろは龍でしょうかちょっと変わった神様の獣神獣なんですけれどもその神獣を先導するかのようにです、ね、先頭にこうウジンがおります。 えつまり先ほどと同じように、えー、とまあここでは死者ではないんですけれども神獣を導いている、まあ、先導者としての役割を果たしているということです。それからちょっと時代が下りまして5世紀になりますとこういった作品も出てまいります。えー、とこれはあのレンガの表面にえっと表された、えー、と図像なんですけれども。えー 虎に対してですねちょっと書き起こし図を見ますと虎に対してこうあのやはりこう、えー、と草のようなものを与えてそして先導しているとこれはですから先ほどの駒遣い的な役割とさらにこう先導者としての役割いずれもこうあの持っている友人であろうということです。 非常に躍動感のあるです、ね、優れた作品で、まあ、その中で、えーとまあえー、と先ほどから見ている漢時代よりも、えーまあ、400年ぐらい後の時代でも、えー、同じく宇治が登場してきているというふうなことです。でこちらはっ、えー、と棺ですね石で作られた棺の表面に、えー、と表された龍、えー、の車あなんです 龍舎と呼ばれますが龍舎に乗る神様を中心とした図像ですでその龍舎の周囲に、まあ、いろんなこう神獣とか、えー、っと人々がおりますけれどもこの人々もあの、まあ、一般的な人であるわけではなくてですねよく見ると,、えー、っと服の、えー、っとまあ縁とかにこう毛のようなものがふさふさと生えてますので、まあ、これも鵜人であろうと耳がやはり尖ってます。 でこういった竜などのですねに乗る偉い神様を扇動していく露払いをしたりそれから扇動していくとそういった役割をここでは担っているわけでございます。 はいでえっと、最後なんですけれどもそれではこの頭像の舞台を巡る物語として右人が今まで見てきた中でどういった立ち位置にあるのかというふうなことをあのまとめたいと思います。でこれは本当おおよその,あの、えっと、枠組みでございますけれども、まあ、中国の神様で、えっと、一番上にはやはり天帝という、えっと、まあこれは姿が定まらないあるいは姿を現さない、えっと 神様としてあの、えーとまあ、あの一番偉い神様でございますけれども、まあ、その下に、えー、と今まで見てきた復帰除去それから聖王母豆腐などがいましてそこから鳳凰とか龍麒麟とかを経てですねこの中で一番下にあのうん まあえー、といるのがジンそれから移住と呼ばれるです、ねえーとまあ、これもちょっと後で少しだけ見ますけれどもそういったあの、えー、と図像ではないかというふうに考えられます。で、えー、とこういった、まあ、いわゆるヒエラルキーですね、の中で、えーとまあ、非常にこうあの地位が低い神様、仙人。 がウジンと考え、まあ、あの結論付けられるわけなんですけれどもこれは決して地位が低いから悪いというわけではなくてですねこういった非常に地位の低さゆえにですねいろんな場面で使い勝手が良いあるいは導入されやすいというふうな ことそういったメリットもございまして、えー、と時代が下りますと,、えー、と仏教美術の中にもです、ねえー、と神様中国の神様の、まあ、代表格ともまでは言いませんけれども、まあ、一つとしてです、ねえー、と登場してくると、まあ、非常にこう活躍の場が広がっていくというふうなものですで一つの例としてこちらはあ有名な敦煌にある敦煌伯窟の、えー、と壁画ですけれども、えー、中心にこうアシュラー アシュラの図像、これは仏教図像ですね。この、えー、とアシュラの図像を,を,を中心として周りにこういった風神雷神がいたりそれからこの下にですねこれ何,に何の役割を担っているのかよくわからないんですけれどもジンが1体そして2体いるとまあこのようなあの まあ、あの旋回を象徴するというふうなことで先ほど画像石なんかで見てきましたけれども同じような役割をです、ね、仏教美術の中でも担っているというふうな、まあ、非常にこのあの活躍の場が広がっているというふうなことですね。 でそれから先ほど見た「伊従」という右心、まあ、と同じような地位に位置づけられる頭像はどれかというとです、ね、ここでいうとこの風神とか雷神の姿をとっているこの、えー、とやはり肩から羽が生えているんですが頭がこう獣であるということですね。えっ、ーと,まあ、と同じような形態なんですけど顔が人かあるいは獣かということで区別が出てきます。このの形態2つの図像が非常にこうあの 神様の中では地位が低いんですけれども使い勝手良いゆえにですね仏教美術なんかでも重宝されていくというふうな図像でございます。でこの「伊従」なんかはですねこのようにですねやがて仏教石窟なんかの柱を支える。 だけの役割を担うとかですねそういうふうなあの、まあ、あの非常にこう一見するとコミカルな頭像なんですがそういったまあ多様なです、ね、役割を担っていくで、えっとまあ、日本でも有名な四天王にふ踏みつけられている邪気なんかもおそらく、えっとえっと、この移住に、えっと、まあ原点があるのではないかと、まあ、そういうふうに推測されます。 はいえっと、以上ですね、えっと、大阪市立美術館の2つの作品を中心として取り上げまして、えっとまあ、あのそれをめぐる3つの物語についてお話ししてまいりましたで、えっと、結論といたしましてはこの中国美術の非常にこの伝統の根強さそれから1つの作品から見えるこの、えっと、非常にこ幅の広い世界 えそれからたくましく生き残る図像というものがえっとま少しはご理解いただけたのではないかというふうに思っております。はい。で以上私の発表終わりにします。ありがとうございました。以上で本日のトークは終了します。 2025年に大阪市立美術館はリニューアルオープンをいたします。その際に今回ご紹介しました作品なども展示いたしますのでぜひ実作品を見てお楽しみいただけたらと思います。どううもありがとうございました。